どうも山田業です。香港にやってこに来まして、やっぱりあそこは行っときたいだろうということでモンスタービルディングにやってまいりました。やってまいりまして、まあまあこんな感じですよね。こんな感じですよね。これこう撮るとどうなるの？こうなるってこと？なんかこれがよくある写真に近いんですかね、ということなのかもしれない。というようなこんなビルがあってですね、これをその友人が Facebook にこの写真アップしてて、あれそれどこだいと思ったら香港だと。香港って俺2週間後行くじゃんとか思って、で事務局の人にですね、ぜひここ行きたいんですってお伝えしたら今日連れてきてくれて、4人ぐらい案内してくれて、しかもここにですね1個 あそこにある U って書いてある場所があるんですが、そこがソーシャルなこともやろうとしている建築とランドスケープとインテリアと全部学んだっていう方が事務所をね作ったんですよ。ここの中にこの上2階にデザイン事務所が入っていて、1階はまあなんていうんだ、ソーシャルスペースみたいな、アーバンルームドットソーシャルって書いてるんですけど、見えるかな、アーバンルームドットソーシャル、ちょっと消えちゃってるかもしれないな。あ、ここがわかるか。これをちょっとこっち向きにするといいんだね。はい、これアーバンルームアットモンスタービルディングって書いてありますね。でここさっき中案内してもらったんですけど、この中で今展覧会を奥でやったりとか、手前はですね、手前はこの各地の香港と中国の間ぐらいにある町っていうのがあって、まあ、ここからちょっと距離があるんですけど、そこで取れた特産品とかをここで販売してあげてるんですよ。でここでもし売れたらまたちょっとコミッションというかな、お金をもらいつつ、この辺レモンを使ったものとかね、結構特産品みたいなやつをそれぞれの、まあ、いわゆる農村地域の人が作ったものとか作家さんが作ったものとかを販売してあげていて、デザイナーがで、あとアーティストの人たちにですね、イラストレーターとかアーティストの人たちにこういうのを書いてもらって、で本とか販売したりするというようなことをやっているスペースです。なのでここ1階はですね、もうこのモンスタービルディングと呼ばれているその場所の人たち用に、開放していて、でここはなんかいろいろとなんかミュージックビデオとかに登場したりもするみたいで、もう観光客が今めちゃくちゃ写真を撮りに来る、僕みたいにですね、さっきのあの風景を、まあ、撮りに来る場所になっているということで、まず2つですね、だからここに住んでらっしゃる方々にとってちょっとこの観光客の人がめっちゃ来て写真バンバン撮って帰っていくみたいなのが、まあ、そんなに嬉しいことではないというのは聞きましたね。あ、僕動画撮って大丈夫って言ったら、あ、それはもう全然大丈夫みたいなことだったので、あ、それはいけるんだと思いましたが、それが一つと、でもう一つはモンスタービルディングっていう呼ばれ方がここに住んでる人にとってあんまり好きな名前じゃないらしいですね。モンスターっていうのはやっぱりあんまりいいイメージがないということで、モンスタービルディングって呼ばれること自体もいかがなものかと思ってる住民も多いって言ってました。でここのそのアーバンルームドットソーシャルは地域の人たちも結構たくさん訪れてくれる場所に今なってるらしくて、半年前だしそうです。彼女はこの近くに彼女も住んでいて、で女性がやってるんですね、デザイナーの女性がやってるんですが、よくねマラソンでこの辺わっと走りに来たりしてた。で自分の家で仕事をしているのもいいけど、ちょっと違うところにオフィス構えたいなと思っていて、でもここモンスタービルディングってちょっとなんかね怖い場所なのかなみたいな印象もあったので、ちょっと避けてたんだけれども、試しに家賃とか聞いてみたら、あ、まあまあ借りられる家賃じゃんということで、彼女はここを借りて、で借りた上で自分のデザイン事務所の下ですね、1階はもう地域のため、ソーシャルのための場所にしたということらしいんですよ。もうねなんか素晴らしいことやってんなと思いましたね。でこうやって写真とか動画撮りに来る韓国の人が多いって聞いてましたが、日本の人のミュージックビデオのなんかもうここで撮ったものがあるらしくて、日本の人も多いみたいなんですよ。でここを見ると分かるんですけど、なんかこうおしゃれな店とかがねバーンと出てるんですよね。明らかにちょっと違うなって思うようなおしゃれ系で、このおしゃれ系をみんな写真撮ったりするんですが、
これどうやらパーセントって書いてあるんですね。めっちゃおしゃれっぽい日本資本らしいですよ。日本の会社が、資本を出してここにカフェを出したらしいですね。モンスタービルディングがもうここの中の1階がこんなカフェになっちゃってるってことなんですよね。目の前にこういうのがいっぱい置いてあるっていう、その場所がうわ、ここジムがある誰が置いたんやここで、誰がここで、でも住民でしょうね、住民がここでやろうという。でそのカフェのお店の隣も今工事中でなんかおしゃれにしようとしている気配がありますが、なんかだんだんちょっとここは変わってきてるんだろうなという気がします。でここなんかちょっと屋根みたいなのがあってね、ここ歩いてるとポツ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 雨が降ってるみたいな音がすごいするんですよ。すごいするんですが、それはですねクーラーの室外機から落ちてくる水滴です。ここが全部ですね違法にひっつけたその室外機からあの雨みたいにですね雫がもう結露した雫がポタポタ落ちてくるので、この上のテントがないと歩いてる人たちにどんどん水がかかっていっちゃうということで、これ今日は全然晴れてるんですよ、いい天気なんですけど、ずっと雨音がしてるっていう場所ですね。そんな場所でした、モンスタービルディング。でこのこういうのが 2個あるんですよ。こういうコートヤードっていうのかな、中庭が今いるところと、もう1個向こう側にもですね同じような構成になっていて、ぐるーっとこうやって囲まれているものが2つあって、でこの下にですねめちゃくちゃ新しくなったショッピングセンターみたいなのが入ってます。だから今表面上はですねまあまあ古いお店もたくさん残る中に、おしゃれようなお店とか地産地消系のお店とかが入ってたりはする。だけどほぼここの下がですねもうなんか綺麗なお店になっちゃってますね。だからここも見たら奥側は古いお店、手前側はちょっと新しいお店みたいになってますけど、この今の地面の下ですよね、このコンクリートの下にはあの商業施設がずらーっと並んでいて、そこはもうおおむねね新しいっていう感じになってますね。あとはすぐ隣にもねこんな高層なの建てますからね、これあ見えにくいかな、白く飛んじゃってるかもしれませんが、あのモンスタービルディングの奥にはシュッとしたこういう高い建物も建ってたりとかして、はい、そんな場所になりつつあるというのがこの場所だそうです。まあね、とにかくあここちょっと行ってみたいなと思ったところに今日連れてきてもらって、でこの場所で、まあ、モンスタービルディングの、コミュニティデザインをやられているという女性のデザイナーに先ほどお話を聞いて、これだからここに書いてありました、はい、こんな感じですね。社区共共空間というのかな、コミュニティソーシャルスペースって書いてますもんね、というような場所ができていて、はい、そこの中で次の場所に案内するぞと言って今待ってくれてるんですね。実はここにねお母さんが住んでるっていう方がいて、その方が今からですね外回って地域を案内してくれるっていうんで、それをちょっとあの案内はツアーをねエリアツアーをしていきたいと思います。ということで一旦この動画はこの辺にしておきます。ありがとうございました。